皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、新規で自宅教室開業したい人が何から始めていいのかについてお答えします。というテーマについてお伝えしていきたいと思います。最近ですね、やはりリモートワークとかですね、なかなか家から出ないでお仕事をするという環境になって、ならざるを得ない方とかが増えている事情があるのか、自宅の教室開業をしたいっていう方が増えているっていう事情がありまして、でそうなると、例えば今まで会社員をやっていたとか、全くその教室業なしは自営業っていうことをやったことがない方っていうのが、自営にチャレンジしたいっていう場合に、何から始めていいのか、それがこう困ってしまうっていう方が多くて、ご質問をよくいただくようになったので、今日はそちらについてお答えをしていきたいなというふうに思いまして、こちらの動画を撮っていますので、これから開業したい方、何から考えていいのかっていうことを、ちょっと時系列でね、お話をしていきたいと思います。はい、ではそれでは本題に入りたいと思います。まずですね、私の経歴を先にちょっとお伝えすると、私は会社員歴がすごく長くてですね、学校卒業してから22年会社員をやってます。で、同じ会社で勤めていたわけではなくて、経歴は全て正社員なんですけれども、業種業態としては最初に旅行業をやり、でその後に、建築業に入って、でその後にブライダル産業の方の業界入って、で最後に、パンとか、そうですね、パン業界って言えばいいのか、コネキの販売の会社に入ってっていう、そういう4業種を22年にわたって転職をして、経験をしてきて、最後そのパンのところの会社から独立をするっていうところで、一番早道だったのがパン教室だったので、パン教室をやってっていう、ちゃんと事情はあって転職はしてるんですけれども、基本的にスキルアップ、ステップアップの転職ですね。はい、その時にやりたいことができて、かつそのやりたいことはその会社よりもお給料がいいような状態で、夢が叶っていくところに行きたいっていうことで動いていたっていう状態だったので、一時期その転職サイトに登録をして、お話をね、いただいて、ヘッドハンティング的な形で転職をしたこともありますけれども、とにかくやりたいことをやるために転職っていうのがほとんどでした。でその流れで OL から自宅教室を開業してるんですけれども、この時も実は自宅教室をやりたくって自宅教室を開業したのではなくて、その先にある自宅教室の先生を救うためのコンサルタントになるために自宅教室を開いた。要は自分が成功してないと嘘になるよねっていうことがあったので、自宅教室業の先生たちがどういう思いで、どういうふうに日々を過ごし、どうやって集客に不満じゃないや、不安を思いながらやっていくっていう、そのプロセスを私も全部体験をしているっていう状態でコンサルタントになってるっていう、そんな背景があります。ですから一番最初に何をしたかっていうことも、皆さんに全て置き換えることができることとできないことがあるのかもしれないんですけれども、私のケースの場合で、これは有効だったな、やっぱりやってよかったな、多分それは今やってもきっと大事なことだろうなって思うポイントを数点ちょっとお話を今日はしていきたいなというふうに思っています。ポイントは、自営業をやったことがない方が自分の名前、自分だけで一人で集客をしていくときにどういうことが必要なのかっていう、その手前のところですね。実際に集客を始めた時っていうのはさらにその先の話になるので、今日はそこの手前のところまでお話ししたいと思います。まず会社員から自営業になるときに一番多分厳しいだろうなと思ったのが、会社員の時には〇〇会社っていう会社が作ったブランドと会社が作った歴史を信じてもらう人たちからの受注で会社の利益というか注文というのは成り立ってたのはよく知っていたんですね。ということは、肩書きを取った何々会社でもない、何々部長でもない、単なる高橋貴子という人間が
どうやって信じてもらって、どうやって教室に人を集めたらいいっていうふうに考えた時に、まず私の名前ってどうやったら、私の教室ってどうやったら知ってもらえるんだろうって、やっぱそこからスタートしたんですよね。で、私の場合には当時10年前だったんですけども、ネット集客っていうのが出始めだった時代っていうこともあって、まだその当時の先生たちはアナログなんで、口コミかあとは張り紙とかで集客してる方がほとんど、あとチラシですか、方が多かったんで、私は全国展開をもともとしたかったので、ネット集客だと思って、で、まあ、ネット集客のコンサルタントっていうのを当然調べるわけなんですけども、でその時に平賀雅彦先生っていう方がいらっしゃって、まあ、今でもお世話になってるんですけども、本をたまたま本屋さんで見つけて、でその本の語り口調が結構文章が好きな感じだったんで、それを買って、でネットで調べて、で書いてある内容とかも非常に理路整然としてて分かりやすいなぁと思って、まあ、ネット集客覚えるんならこの人かなと思って、それで入会をした、コンサルタントの、その月例の、ね、コンサルティングの、会員にね入ったんです。ただその時ってまだ会社員だったんで、うっすらといずれ独立はしたいなと思っていたけれども、自分の名前っていうのは多分知られないから、知らしめるためにどういうふうにウェブって使ったらいいのかなっていうのを知りたくて、入ったっていうのがそちらなんで、まあ勘は間違ってなかったんですけど、要はポイントは自分の名前ってそう簡単に人に知られないし、自分の教室ってそう簡単に知られないよねっていうことを分かっていたから、知らしめる方法が必要だった。っていうことですね。で、その時に分かったのが、どうやらウェブサイトっていうのがね必要らしいっていうことは分かったんです。今でもまず当然ホームページを軸に集客をするんだっていうことをお伝えしているんですけれども、その集客をするための土台としてホームページが必要で。で、自分を知ってもらって信頼してもらう拡散のツールのためにブログが必要みたいな、そういう基本設計をその時教えてもらったんですよね。当然会社員やってたから SEO とかっていう、そのインターネット独特の言葉とかを全く知らない状態で入会をして、そこにいらっしゃる方、何年もいらっしゃる方と同じ講義を受けることになったので、一番カルチャーショックだったのが、先生の言ってる言葉の半分が理解できなかったのがショックだったんです。あ、これが理解できないと独立自営できないんだって。まあちょっと確かに特殊な物販の方たちが多い、自然自動集客みたいなものをやることを推奨しているような業種業態が多いところ、広告を使ったりっていうところが多かったんで、よりネットとウェブサイトを作りっていうのができてないとお話にならない人たちが多かったところに、間違い的にパン教室の先生になりたいかもしれない人が飛び込んじゃったっていうのが、まああれだったんですけど、おかげさまでそのインターネット集客の基本であったりとか、インターネットでビジネスをするっていうのはどういうことなのかっていうのをあがきながら、もがきながらですね、覚えていったっていうのがあるんですね。ですから、まずまだ会社員でいられる方に関しては、そのウェブで集客をするっていうことがどういうことなのかっていうの概要は知ってた方がいいですよね。ネット集客の要はホームページっていうのはどういう機能を持っていて、ブログっていうのはどういう機能を持っていて、でそれによって人っていうのはどういうふうに見てくれて反応してくれてっていうことの、まあ、概要は知ってた方がいいかなというふうに思ったんですね。で、概要に関しては私たくさん喋ってます、動画で。なのでそれを見てもらえれば、ホームページの役割とか、ブログって何のために書いてるのっていうことは大体理解できると思うので、ちょっと今ここで話すのは割愛するんですけれども、要は一人っていうのは基本どうやってブランド信頼を築くのかっていうことがキーポイントになってきます。で、そのうち辞めることがいよいよ見えてきた、8月に会社を辞めるっていうことになった時に、私自身を知ってもらうために必要な素材として、いずれ生徒さんになる方、パン教室を開講しようっていうのは、
コンサルタントになるっていうのを決めた時にまずパン教室だって思った。で、なぜコンサルタントになろうと思ったかっていうと、私がパンのこねきを販売している時にたくさんの教室を回らせていただいた時に先生たちが集客に困ってるのを知っていたからです。で、それを救う人になりたいと思ったら自分が集客に困らない状態を作る必要があったし、そのデータをその先生に教える必要があるなと思ったんでパン教室を開こうと思ったんですけどね。で、その時にブログが必要と思ったんですよ。広く私を知らしめるためにブログをたくさん書く必要があるっていうのはよく分かったんです。で、しかもそのブログっていうのは読む人にとってとても役に立つ大事なことを書き、ファンになってもらう必要があるっていうのが分かったんです。だから私は開業前にブログをかなりの量を書いてました。会社員だった時は覆面で書いてました。素敵なパンの知識を教える誰かっていうことで書いていて、でだんだん読んでくれる人が増えて読者登録がどんどん増えて、当時はウェブロでやってたんですけれども、いろいろとこう質問してくれるコメントで絡む方とかも増えてきて、そうですね、開業がその翌年の2011年の1月1日にするって決めていたので、集客募集は大体2ヶ月前ぐらいがいいっていうのも知っていたので、10月ぐらいに集客募集をするっていうことは、ウェブサイトの仕上がりは夏には作っていたいなと思って、夏にはサイトは作ってたんですね、ホームページの方は。で、それをブログをいっぱい書きながら準備期間中の話とかもしつつ、サイトを構築していよいよ募集っていう時にはブログ読者600人ぐらいいたかな、それぐらいいる人たちに、今度1月から私は実はパンの講師になりたくって、そういう準備をどんどん進めてました、今までにない講座を作りました、興味がある方はどうぞっていうことでリリースをしたらバッと埋まったんですね。2ヶ月ぐらいあれば体験会と合わせて結構埋まっていくかなと思ったので、1月1日オープンだったんですけど、2ヶ月の間の体験会を使って、週末だけなんですけどね、だいたい何回やったかな、10回ぐらいはやってるかな。で、そこでやったりとか、あとウェブサイト見ただけで、私とブログで信頼関係ができている人たちがそのまま入会したので、オープン時にもやっぱり9割の席を埋めてスタートできてるんで、精神的にも安定で、出だしから集客に困ったっていう状態から私の場合はスタートしていないんですね。ただし、ここで注意してほしいのが、1月に募集したから1月に人が集まったんじゃなくて、1月にオープンをしたかったから10月に募集をかけて、2ヶ月かけて体験会とかをやりながら募集をかけていってるんですね。ということは、10月に募集がかけられるようなホームページが8月にはできていて、で、しかもそれを告知できるファンが600人いてるんですよね、それまでの間に。ということは、私それまでに多分記事を、ブログがね、1日1記事は何とか頑張って書いてたんですけど、日によっては1日2記事とか書いて、とにかく発信の量をすごい増やしてたんですよ。だからそれによってファンがついてるから、見てくれる人がいたから、その人たちが喜ぶような内容で最初からブログを書いているから人が集まって満席になるっていうか、満席っていうか、まあ9割ですけどね、100%は埋められなかったんですけど、まあそれでもコースレッスンを12クラス埋めるっていうボリュームの集客をブログだけでやりましたから、当時は。そういう意味では、まあ成功だったと思えるんですよね。で、ポイントになるのは、何から始めていいかわからないっていう人は、とりあえず SNS でね、ブログ書いてみようとか、とりあえずインスタ上げてみようっていうところから、とりあえずからスタートしたりとか、あとは自分が例えばディプロマを取ったからそのまんまちょっと教えよう的な形で、そのコースをね、なんかちょっと軽くブログに書いてとかっていうふうにして、はい、告知しました、集まりませんっていう方多いんですけど、集まらないですよ。だってそこにファンいないから ファンがいないと申し込みはされないです。ということは、開業当初何をしたらいいのかっていうのは、まず早急に、
自分がやるべきことっていうのは、そのすでにやってる人たちがどういうことをやっていて、その人たちよりも自分の講座っていうのは魅力的に作ることができるのかっていうことを考察して、かつその人たちっていうのはどういう生活をしてて、何歳ぐらいの年齢で、どういうタイプの人で、どんな記事で、どんなことを発信したら喜んでくれるんだろう、これを一番最初にやっぱり考えないといけなくて、私これは会社員だった時に電車の中で作りながら考えてました。なので、その軸が決まってるから先にホームページが作れてます。だから皆さんよく開業してからね、そんなホームページなんて恐れ多くて作るのも大変でって言うんですけど、逆ですね。ホームページ見せなきゃいけないから、むしろ開業前に会った方がいいぐらい。ということは、開業前にもうどういう人を呼ぶか決めていて、その人を呼ぶための記事も書いていて、ファン作りをやっているっていうことが私できてたから、集客できてるんですよ。で、できてたからも、なんで知ってるかっていうと、1年前に、開業1年前にコンサルついてるからです。っていう、そういう流れ。だから、やり始めてうまくいかないからコンサルをついた、ないしは勉強したっていう人は、成果が出るのが1年後である可能性は高いです。であれば、開業前から準備する必要があるもの、今言った、教室をどういう方針でやっていくのか、どういう内容にしていくのか、そのあたりを先に決めておいて、その軸に沿ってファン作りをもうしておかないといけないんですよ、開業する前に。だから、この軸作りがまず大事っていうのが一番大事なポイントです。で、2つ目が、それを表現する技術があった方がいいということですね。私、実はウェブの、学校、月曜日から金曜日の10時5時っていうのを3ヶ月通ってるんですよ、開業前に。退職金使って、8月に退職して、9、10、11、12の4ヶ月通いました。結構難しいです。だって、ウェブのクリエイターとかデザイナーになりたい人たちが行く学校だったから。私落ちこぼれですよ、その中だったら。若い人すごい器用ですごいやってて、コーディングとかも、コーディングってこう、うわーって打つのもできるし、イラストレーターとかベジエ曲線とか難しいんだけど、そんなのシャシャって書いて色パッパってつけて、若い人ってやっぱすごいなと思いながら。ただ、自営でやった時に、もちろんお金を払って頼めば誰かやってくれるんだけれども、最初ってそんなにいくら、お金をね、いくらつぎ込んでも大丈夫っていう状態じゃないので、ある程度は自分で作んないといけないだろうな、当初は。だんだん慣れてきて、お金も稼いできて、時間の方が大事になったら、そういうプロフェッショナルに頼んだらいいんですけど、当初はね、自分でやんなきゃいけないんですよ。だから、どっかで学ばないといけない。で、学ぶのに私は専門学校を選びましたけどね、ガチでやりたかったから。そこまで難しいのしなくていいです。今なんかそういう開業パック的なものを教えてくれるようなね、ところとかもあるし、できれば教室業に特化した方が無駄がなくていいかなとは思うんですけどね。アビバのパソコン教室みたいな、こう全体的にオフィスとかのものを教えてくれるようなところに行っても、あんまり直接的にはメリットは高くなくって、パソコン教室とかね、そういう形じゃなくて、いわゆるその特化した、じゃあ写真はどういう写真の撮り方がいいのかを教えてくれるとか、あとは、あれですね、ウェブサイトの作り方のもう基本の基本のところ、今なんかは私なんかペライチとかっていう、すごく作りやすいサイトがあって、それで作って見栄えよくやって、で、募集するページを作っておいて。で、そういうものを好きな人を集めるための発信を、どの SNS を使うのかって、そういう手順でやっていくので、もう開業前からでもやれることなんて1年前から山盛りです、基本的には。あっという間に私1月の開業でした。その前の年の9月に先生のところに入ってから、いろいろもうインターネット集客のこと全くわからなすぎて衝撃を受けて、結構いろんな本読み漁ったりとか、人に聞いたりとかいろいろして、で、自分でウェブサイトを作ったり、アメブロでしたけど、アメブロのカスタマイズとかも本見ながらコーディングとかしながらやって、その後です、専門学校通ったのは。だから、教室を立ち上げるための教室の勉強っていうより、自分を知ってもらってお客さんに届かせるようにする表現の勉強をしてたっていうのが、開業前にやってたことです、どちらかっていうと。で、それの軸がコンセプト設計と呼ばれる、教室をどういう立ち位置で、業界の中の地位はどういう位置で、どういうふうに頑張っていったらいいのかっていうのを必死に考えてた。だから、全国的にも唯一無二のっていう講座を2、3個持って、
立ち上げてオープンすれば全国から人が来るっていう状態を作ることができた。今はそこまで珍しくなくなっちゃったかもしれませんけどね。当時は珍しかったし、ネットで探す人はキーワードで探す人が当時は多かったので、そういう形で、集客をするっていう手法を知ってたのは良かったなと思いました。ですから、これから開業したい人、何からしたらいいかわからないっていう人ね、いらっしゃると思うんで、まあ、お話をまとめますと、まず、新規でこれから自宅教室業ね、やって何からやっていいかわからないっていう人が一番目に考えなきゃいけないのが、自分の教室をどういう教室にしたくって、その教室の特徴は唯一無二のものである方がよくって、業界の中でのポジションをどこのあたりを取っていくのか、そして誰を集めていくのかっていう、まずその構想を固めるのが第一番です。リサーチが結構時間がかかるはずです。で、それが終わって、じゃあこういう教室のコンセプトにしようって決めたら、その教室の内容とかが分かりやすく伝わるように言語化しておいたサイトを作っておく必要があります。そしてそのサイトを作った上で、自分っていうものを知ってもらうために、長期的に URL が残って、探したらみんなが見つけてもらいやすいブログか動画、当時動画がそんななかったので、私動画やり始めたの8年前からだったので、当時はブログでした。で、そこで見つけてもらえるようにタイトル書いたり、タイトルをそういうタイトルにしたり、有益な情報を書いたりっていうことで見つけてもらうと同時に発信力を高める、どん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 発信していく。で、ファン作りをしておいて、それで本番でもできているサイトを見せながら告知をして、最終的に、レッスンやりますよっていう告知をすでにファンがいる状態でやる、告知する。だから埋まるっていう感じなんですね。だから開業したいと思っている前準備1年あっても足りないぐらいです、実際は。だからもし半年後にやりたいって言ったら、もうお尻に火がついてる状態です、本来だったら。さっき言った私のスケジュール感で本来は進んでいくべき内容だからです。ですので、特に会社員からの転職っていうと、お金が全くなくなると厳しいじゃないですか。で、私なんかももう家の家計が折半で半分だったので、当時結局年収600万いただいていたので、その金額だとね、月商50万とかにしないとダメじゃないですか。基本的に月商50万じゃ足んないんですよね、実は。材料費とかなんやかんやかだと月商70とか目指さないといけない感じだったんですけど、まあ、とりあえず50だったとしても、初年度600万目指してうんと頑張っても395万でした。だから、だいたいまあ30万切るくらいかな、まあ、30万ぐらいか、じゃあ今360、そうね、30万ちょいぐらいをやるのがすごい一生懸命やって、そんな感じです。なので1年目2年目3年目ってなるにつれて、楽になるように集客設計をしていくっていうのが私の理念である自動集客っていう理念なんですけれども、まあそれはそれでまた話が長いので、取り急ぎやらなくちゃいけないのがコンセプト設計と、あとそれに伴うスキルアップ、ウェブのことをよく知るっていうことと、文章を書ける技術と、あとは写真ですね。この辺りが欲しいなっていうのが、何から始めていいのかってわからない人にはお伝えしたい、教室開業の時のスキルということでお伝えしたいと思います。それでは。